はい、動画をご覧いただきありがとうございます。昨日ですね、この加藤の新しい販売予定のポスターが発表されたみたいなんですが、新しいターンテーブル、これが5月中に発売ということで、ちょっとそれを詳しく見ていきたいと思います。画面を撮ってます。加藤のホームページ見てみましょう。これですね、発売予定のポスターで、8月予定品というものなんですが、拡大してみますと5月にですね、電動ターンテーブルですね。いやいや、待ってましたよこれ。すでに YouTube とかでも動画とか情報はいっぱい出てますけども、ターンテーブルで、これが多分その動かすためのユニットですかね。で、試作品の時とちょっとここら辺の色が変わってますけども、ターンテーブル自体の色はこうなるんですかね。そしてターンテーブル、ここに説明書いてますけども、別売りのものがこんだけあるんですよね。これがターンテーブル拡張線路セットの直線、拡張線路セットの曲線っていうものですね。で、ターンテーブル隣接線路のフィーダーキット、そして給電スイッチと逆転スイッチ、おそらくなんですけども、このギャップを切るための商品じゃないのかなと。まあ、例えば機関車がですね、こっから入ってきますよね。で、ターンテーブルに乗ってここに入ったとするじゃないですか。で、ここに止めておきたいんですけども、新しい機関車をこっちから入れておこうとすれば、同じ線路の上に全て電気が通りますので、ここで止めておこうと思っても、こっちから来た際にここのやつも一緒にこう動いちゃうと。そうなった時にここでギャップを切っておいて、電気を通さない状態にして動かすみたいなための装置ですよね、多分。で、あとですね、このターンテーブルの中に入っているものがちょっとよくわからないので、上申のページを見てみました。はい、こちら上申のページなんですが、これ通販のページですね。で、この下の方に商品紹介ということで、ここ説明と、でここに説明、商品の内容ですね、何が入っているのかというのが書いてあります。で、ちょっと字がちっちゃいと思うので読むと、本体ですね、本体で、ターンテーブルのコントローラー、 AC アダプタ電源、コントローラーの接続用コード、ジャンプコード1本、隣接線路直線が4本入っています。で、隣接線路っていうのがおそらくですね、ここですね、隣接線路、これが隣接線路だと思います。で、4本入っているということなので、 1,2,3,4 ってことですね。で、外周線路3線分が2個で、外周線路っていうのはここですね、この部分、縁につけるこの部分、3線分が1つのパーツなんですよ、多分。で、それが2個入っているということなので、1個2個ですね。で、車止めが6個入っています。あれなんですかね、普通のユニトラックにも引っ付けれるんですかね、ちょっと微妙、わからないですけど。で、ユニジョイナー2個、絶縁ジョイナーが6個入ってる。で、僕がちょっと気になってたのが、この通電の仕組みですよね。ちょっとここのパーツがいろいろあったので、それぞれの線にフィーダーを仕込まなくちゃダメなのかなって最初思ったんですけども、これもこの説明に書いてましたね。線路への給電はターンテーブルから、ターンテーブルが隣接した前後の線路に給電して走行できると。そりゃそうですよね。なので普通のターンテーブルなので、これだけで十分遊べると思います。まあ、この商品僕楽しみにしてましたので、ぜひとも導入して、で、あとここに書かれているパーツもですね、どういうものなのか見てみたいので、まあ合わせて導入してみようかと思います。これを使っていろいろ遊んでいこうかなと思いますので、まあ、もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録していただければなと思います。それではまた動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。